宮里久美ちゃんです。おはようございます。おはようございます。さっき隣に並びますと随分と身長あります。はい、ね、何センチ？今166センチあります。宝塚じゃ男役ですね。男役ですか？はい。ダメですね。ちょっと見込みありますか？え、見込みありますか？いいですね、身長。今の声が、ああなんて出したからね、なかなかそんな声出しませんけど。あの、久美ちゃんはですね、はい、今年の2月デビューしたばかりということで、はい、あのオリジナルビデオアニメのメガゾーン2-3の主題歌でデビューして、はい、アニメ好きですね、やっぱり。そうすると、え、やっぱりもう小学校の頃はよく見ましたね、欠かさず、はい。アニメの次に好きなものは何ですか？歌が好きです。歌の次は、はい、食べること。食べること。朝ごはんしっかり食べました？あ、まだです。まだ、はい、これ終わって、あの一生懸命歌った後お腹すきますから。そうです ね、美味しい朝ごはんをいただきたいと思います、ね。さて、朝ごはんのことはさることながら、この背中越しにセンチメンタル、はい、ね、この歌を早速歌っていただきたいと思います、はい。宮里久美ちゃん、背中越しにセンチメンタルです。